ちは、しょうがない TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は札幌雪まつり開催中の、ここはすすきの会場です。で、後ろに見えているのが味の羊が丘ジンギスカン屋さんです。ということで、今回は味のジンギスカン第4弾ぐらい、こちら食べに行きたいと思います。お店の中はこういった感じになっていて、お昼は2階のみ営業しております。こちらのお店、味の羊が丘さんでは、炭火の七輪にジンギスカン用の鍋を置いて食べるお店です。真っ赤に熱された炭を自分の前の七輪に入れて、ちょうどいい感じの火力にしてくれます。ジンギスカンのお肉は2種類あって、ももと肩ロースです。1種類ずつ注文いたしました。薬味を入れてタレを作ります。いい感じに焼けてきました。ミディアムレアくらいで食べられるようです。早速焼けたジンギスカンいただきたいと思います。タレにどっぷりつけていただきます。めちゃくちゃうまかった。そして今回は日本酒をいただくことにしました。飲んでる日本酒は北の勝根室のお酒です。いい感じに焼けておりまして、これが最高にうまかった。本当にこの歯ごたえがたまりません。めちゃくちゃ甘い。やっぱり日本酒がよく合います。こちらが羊のウインナーです。早速こちらもいただいてみたいと思うんですが、とにかくこのウインナー、ものすごい羊感が出てます。ラム肉、羊の肉が食べれない人は絶対食べれないような感じのお肉、それをご飯の上にバウンドさせていただきます。羊感が前面に出ていて最高にうまく、ご飯にもタレがついていてめちゃくちゃうまかった。どうもごちそうさまでございました。味の羊が丘行ってきました。今回の味の羊が丘動画第4弾ぐらいです。ということで、めちゃくちゃうまかったです。あったかかったし、あっつくてあったまって、これですごい良かったです。ということで、今回もすすきの雪祭りを、ちょっと酔っ払っちゃって何言ってるか分かんない、この後も札幌雪祭りすすきの会場を楽しんでいきたいと思います。どうもありがとうございました。うまかった。